じゃあ移動しますよん。やめて、すごい声のあるんだ。やめて、ミコピーが降ってくる時の声やめて。めっちゃ降ってきた。やめて、市場なさないで、吸わないで、やめて。キモいよ、キモいよ。いい匂いする。え、でも隣に来てるってことはそういうことですよね。いや、それ意図してねえよ、別に。ありがとうございます。今日 3D だから、 3D だから動いてる。そう、ミコさんに合わせて 3D にしたから。やばはい、ということで今日の配信開始と同時に X での SNS キャンペーンも始まっております。プロの夢旅をつけてこの配信の感想をどんどん X に投稿してください。投稿していただいた方の中から抽選で計6名にコラボオリジナルのベッドシーツ、ベッドシーツ、ベッドシーツ。え、これはミオさんとミコさんだっけ？ミコと、そうだね。コヨリンは、コヨリン。コヨリンは前回じゃん、前回のさ、コラボの。あ、そうなんだ。配信時だったんじゃない？くそー！この放送が始まってから24時間限定のキャンペーンらしいです。泣いてる、涙出してるわ。ハッシュタグホロの夢旅を忘れずに、詳しくはバルコネ公式 X のポストでも確認できます。確認できます。あ、じゃあ続いて、じゃあコヨ行きますか。あ、いいですか。声でけんなよ、いきなり。いいですか、お願いします。天使ですね。あ、天使だ。羽多いな。うん、太ももも見えてますね、これね、ふわっとなんてね。いやでも小百合さんはやっぱりあの露出好きなんで。そうだよね、やっぱ常に水着を着ている年中無休の女だからね。あ、そうですね、やっぱり、うん、やはりバルコネヌネさんにも、こういうのはいっぱい出したいですって言ったのかもしれないね。解像度高、かわいい。これさ、履いてる。まあ履いてても履いてなくてもどちらでも。なるほど。え、むしろ履いてても興奮するし、履いてなくてもいいみたいな。どちらでもいいんですね。まだあと30分ぐらい見ません。これ続いて何いたんです、こちら。あ、電脳世界まで来てみろや。お、すげえ。待って、みこさん、ほんと属性が今迷子ね。どうしてえ、ちょっと待ってくださいよ。炎のキャラになったり、雷のキャラになったり、うん、インゲームする中で結構コロコロ変わっていまして、今回は雷ですね。まあ、大丈夫です、ミコさん。我が輩もバルコネだと貴族性なんで、なぜか。貴族性。え、なんでか知らんけど。闇とかじゃねえんだ。え、そうだよ。どう見ても闇だよね。そう、うん、なのに貴族性だから。あ、そうなんだ。大丈夫。着せ替えスキンモーションがね、あります。着せ替え？まず、ラミーたん。はい、着せ替え？お？ラミーのことが好きだって言ったじゃん。着替えは？あれ？着替えは？こかってる。めんどくさいラミータンが出てる。あ、声もあるよ、声も。これはさすがに脱いでくれるかと。照明完了 QED。 着替えは？え？着替えは？着替えた後にじゃないのこれ。確かに着替えてるとこ見せて。うん、着替え、そんなので出せるわけねえだろ。みおちゃん、これみおちゃん。あ、いい感じだったね。かわいい。もうおすぐ行くべき、聞いてるわこれ。始まるよ。よーしの放送。たいき。かわいい。オープニングのやつだこれ。そしてみこ、え、みこマジ記憶ねえんだけど。ちょっと待って、撮ったでしょ自分で。撮ったんだけど、どれがどれで使われてるかって記憶ないから。あ、そういうことね。見てみるわ。舐めやがって、社会を。え、なにみこさん、どういうこと？はぁ？え、なに、こ、こ、こ、セリフもそうだけど、モーションも何？いや、みこもこのモーションは何だろうって思う。ちょっとね、地雷やだね、これ完全に。社会舐めやがってのやつらに向けて、みこがね、決め台詞で、言ってるわけ。こんな可愛い衣装。